スクールガールゾンビハンター。うひゃー、さすがエマミー先輩、遠距離射撃もお手の物だね。姫路、ふざけた口を叩いてる場合か。訓練じゃないんだぞ。隠れてないで戦え。生き残りたくないのか。そりゃ生き残りたいよ。あ、エナミン左。お見事、さすが射撃テストコーナー1。お前というやつは昔から他人に甘えすぎだ。マユヤに言わせればエナミンは自分にも他人にも厳しすぎだけどね。それにマユヤは今甘えてるんじゃなくて、射撃が上手なエナミン先輩の足を引っ張らないようにおとなしくしてるだけですよ。気づかないな。姫路、勝手にしろ。私は生き残る。ちょっとどこ行くの。大事な幼馴染を置いてくのか。自分の身は自分で守れ。助けるぞ。楽しい。バイバイ。リロード。やってやろうじゃないか。リロード。よし。回収する。まだまだ行くよ。リロード。リロード。よし、回収する。リロード。もらうぞ。バイバイ。ミッションコンプリートだ。なんとか全部やっつけた。誰か、聞こえてる？私は秋葉さゆり。秋葉、剣道部の2年か。もしまだ校内に残ってる人
これから2年2組の教室に集まって。2年2組2号館でしょ。多いよ。2年2組、そうか、緊急通信機。私以外にも生き残ってる人がおりましたの。はあ、退屈。おお、新しい着替えか。クールガールゾンビハンター。やっ、ごめん遊ばせ。私、体術にも自信がありますの。それにしても襲われがいのないゾンビちゃんたちですよ。はあ、襲い来るゾンビの群れに一人立ち向かう。危機に瀕するほど輝きを増す金色なりし美しき一輪のバラ。それがこの私ですが、ほんと期待外れで役に立たない悪役どもですこと。さあ、いらっしゃいな、ゾンビちゃんたち。私を退屈させた罪は重くて、この金崎レイ様を輝かせてちょうだいな。楽しませてくださいますわね。
これでよし。ですわ。これでよし。ですわ。はい。これでよし。ですわ。やっ。相手が務まるのかしら。これでよし。ですわ。これでよし。ですわ。次はどの子かしら。これでよし。ですわ。いいものを見つけましたわ。まだまだですわ。これでよし。ですわ。拾っておきましょう。どうぞ。至高の瞬間ですわ。ふん、この大婚約者ども、あなた方の相手をするなんて、この私には役不足でしたわ。飽きてきたことですし、そろそろ脱出しようかしら。そういえば、秋葉とか優子は集まれとか言ってましたわね。ダイヤモンドは木石の中にあってなお輝く。やはり主役が引き立つには脇役の存在も重要。退屈しのぎにはちょうどいいかもしれませんわね。新しい武器のようですわね。スクールガールゾンビハンター。楽しませてくださいますわね。いただきますわね。これでよし。拾っておきましょう。やれやれ。これでよし。ですわ。あと10体。いただきますわね。いいものを見つけましたわ。
これでよし。ですわ。これでよし。で、操作もありませんね。あら、新しい衣装ですわ。グールガール、ゾンビハンター。本当に来てくれるかな。大丈夫、きっと大丈夫だよ。はあ、やっと着いた。アキハと、久保田か。入るぞ、上条だ。上条先輩、先輩も残ってたんですね。ああ、逃げ遅れた、こいつのせいで。うん、なんでマヤヤのせいなんだよ。マヤヤ、逃げなかったの。逃げなかったのじゃないよ。学級委員のくせにリサリサってば。一人でピューってどっか行っちゃうんだもん。ごめん、マヤヤが逃げ遅れたのはリサリサのせいだぞ。嘘をつくな、姫路。お前が逃げ遅れたのはゾンビの大群の動画をスマホで撮ってたからだろう。え、そうなの。あー、いや、こんな大群珍しくってついに動画サイトに投稿したら再生数稼げるかなって思って。でもパニックの中でスマホ落として壊れちゃったよ。自業自得だ。ところでアキハ、残っているのはこの4人か。今のところ。ごめん、遊ばせ。2-2の教室というのはこちらかしら。皆さん、ごきげんよう。金崎さん、来てくれてありがとう。皆さん、私が来ましたからにはもうご安心くださって結構よ。うわぁ、あの伝説のアイドルレイレイがいるなんて。アイドル昔はそんなこともしてましたわね。あの、なんで芸能界引退したんですか。別に引退したわけではないんですのよ。学業に専念するためにお休みしてるんですの。そうなんですか。復帰楽しみにしてます。あの写真一緒に撮ってもらってもいいですか。スマホ壊れてたんだ。すごい。5人しか集まらないんだ。5人もだよ、リサ。射撃テスト校内1位の上条先輩もいてくれるし。アキハ、お前の噂も聞いている。剣道部の次期首相だとな。いや、そんな、私なんて。皆さん、私のこともご存知でしょ。これでも私、空手の有段者ですのよ。
知ってます。映画空手のバラに出演するために特訓したんですよね。ええ、そうですから、皆さんのことは私が守って差し上げますわ。わー、頼もしい。大丈夫だ、自分の身は自分で守る。あの、ところで上条先輩、緊急通信機の使い方をご存知ですか？カードキーが刺さってないじゃないか。カードキー？そうだ、キーがなければ作動しない。誰かカードキーを持っているものは？そんなもの生徒が持ってるはずないじゃありませんの。探すしかないか。でも探すってどこを？校内をくまなくだ。そんなの無理です。おっと、そういうことならマヤヤがいれば大丈夫。え、どうして？マヤヤにはなくし物の位置が勘でわかるという特技があるのだ。マヤヤがそのカードキーとかっていうのはパパッと見つけてあげちゃおう。勘って、そんなので見つかるわけ？いや、姫路なら見つけられるかもしれない。こいつは昔から不思議と鋭い。こいつの特技は私が保証する。昔から？マヤヤと上条先輩は古いお付き合いなんですか？ああ、親同士が仲がいい。幼馴染なんだよ。幼馴染？私たちと一緒だね。そうだね。あの、それでカードキーとやらは探しに行きませんの？そうだね、レイちゃん。レイちゃん？じゃあマヤヤちゃん、よろしく。任せて。あっちかな、こっちかな。これマヤヤも。まだまだ行くよ。コインは打てないのかな。まだまだ行くよ。行くよー。
だ行くよ。おお、トン。骨のあるゾンビはいないのかしら。私たちは負けない。まだまだ行くよ。まだまだ行くよ。やられるんだ。まだまだ行くよ。
武器だ。スクールガールゾンビハンター探索してみよう。いいもの見つけた。やったー。これでよしと。これでよしと。これでよし。この程度ですよ。これでよし。やった。私はこんなことでは止まらない。そこだけ。これでよし。これでよし。これでよしと。これでよしと。リロード。いいもの見つけた。これでよしと。これでよし。おじけえ、おじけえ、まだまだ行くよ。私だって戦える。これでよし。これでよし。これでよし。いいもの見つけた。私はこんなことでは止まらない。この程度ですの。なんでこんなことに。抜いちゃうよ。もうあ
ことでは止まらない。許さないから。これでよし、リロード。シャワーを浴びたいですわ。これでよし。誰の挑戦でも受けて立つ。スクールガール。ゾンビハンター。あっちかな、こっちかな。
行くよ。女は私、私だって戦える。集中まだまだ行くよ。まだまだ行くよ。人生を危険にさらせですわ。こんなところでやらないよ。まだまだ行くよ。誰の挑戦でも受けて立つぞ。拾った。挑戦でも受けて立つぞ。私だって戦
ゾンビハンター、あっちかな、こっちかな、まだまだ行くよ。
拾った。こんなことに。まだまだ行くよ、まだまだ行くよ。スクールガールゾンビハンター。どうして、なんでゾンビが急に。うわあ、こんなにたくさん集まってきてなんだかゾンゾンたち、あの通信機に引き寄せられてる気がする。そんな、あとゾンゾンって何。ゾンビたちのあだ名だよ。かわいいでしょ。え、どうだろう。姫路、いつもの感覚。うん、多分そう。仕方ない、接続を切るか。そんな、せっかく脱出できるチャンスですのに。接続を切るなんて嫌ですわ。戦いましょう。通信機を守れば済むことですわ。でも大軍ですよ、守りきれませんよ。安心なさい、この金崎レイ様がいれば。待って、これは聞いた話なんだけど、ゾンゾンは女の子の服に反応する。え、何それ、本当に。多分って。久保田、今は姫路の言葉を信じろ。私は通信を続ける。通信機を守れ。え、でも服に反応するって。分かった。よーし、ちょっとさゆり。何ですよ、はしたない。今のうちだよ。
守り抜くよ。みんな、よっ。